何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。ああ。作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すことを。帝国軍が現れた。
こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナフレーナ。カンナギの血を引く者、水神リヴァイアサンよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水神を守ってやらなきゃね。よっ、に選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知であるその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。これで水陣に近づこう。押し込む。うわっ、来たー。任せろ。
できるだけ近づけよ。あとはノット頼み。分かった。さっさと手を出すわ。よくこんなの見つけてきたな。どうにか近づけないかと思って。クソ、また。ノクト捕まえてよ。前前飛び移れるノクト今だ。スイチ、あのホッペンでしょ。あんたの力がいるんだ。倒されるまで認めねえってことかよ。指は出しな。じゃあいいや、君が渡しなさい。クリスタルも取り戻すよ。いっ早く来いよ、ノクティス様。私が王に届けます。闇から使わされた者たちはようやく
ルナフレーナ様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで？僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
Thank you.